はい、どうも皆さん、こんにちは。マジーと申します。さあ、今回もモンスターハンターワールドやっていこうということで、前回言った通りでございますね。バゼルギウスとリオレウス、アッシュをブチブチにぶちのめしに行くと。まあ、とりあえずリオレウス、アッシュから行きますか。リオレウス、アッシュの終了、早速行きましょう。ん、いた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 。見つけた。はい、こんにちは。でね、どうせだったらちょっとあの麻痺武器超強いからさ、無限に使いたいところあったんだけど、まあ、どうせならね、あの他属性武器も使ってこうぜベイベイということで、今回は雷属性でございますね。レースで確か雷が弱いんだよね。氷だと思って勘違いしてたんだけどさ、いった、なにやん、やめてやめて、やだ、やなの、やなの、どこ落とすねお前は。なあ、戻るの大変やないかこれ。ちょっと勘弁してくれ。お前じゃあ上がってこい。上がってこい。降りてこい。ちょ、もう落ちろな、お前。はい。はい、はいと。でさ、まあ、ずっと今続きで撮ってるわけなんだけどさ、マジクソ暑いんだけど。意味わからんぐらいさ、汗かいてる俺今。本当に意味わからんぐらい汗かいてる。いや、クーラーかけろやーって思う話なんだけど、まあ、それで済む話なんだけど、ちょっと違うじゃん、クーラーって。クーラーってなんかやっぱ違うじゃん。うん。いや、違わないかもしれんよ。違わないかもしれんけど、僕の中ではちょっと今クーラーはまだ違うなっていう、そういう気分なんですよね。うん。だからもうね、マジで暑い。いや、あの、外の風は強いのに密閉空間に閉ざされてるせいで、マジで暑い。うん。マジで暑い。意味がわからんぐらいマジで暑い。いや、本当に暑い。もう今俺サウナだからね、いる現状。現状サウナで俺動画撮ってるんだよ。理解できるそれ。俺には理解ができん。じゃ、だってサウナじゃないもん別に。もう言ってることが二転三転しすぎて矛盾しまくってるんだけど。いや、マジで。じゃあとりあえず、本当に暑い。うん。そういうお話。だから君を、僕は、借りたい。一旦離れたい。離れたいわ。で、ここで、こう。危ない、何お前、何なの、おお、すっごい来るね。そんなにコンボすんの君、初めてなんだけど。今初めてのお使いばりに初めてだったんだけど、知らないんだよな君のそれ。とりあえず落ちろ。は、なんなあ、ちょ、待って、あ、やばい、マジで。さよならは悲しい言葉じゃない。スタンも入らんし、あれか、麻痺も入らんのか。そうやって考えると属性武器って需要あるのかなって感じてしまう部分があってしまう僕の中で。とりあえず入れて、はい、待って、ガードポイント、はい、ここ行きますわね。よっこいしょい、おれ。あー、でもまあまあまあ、あー、でもどうなんだろう、強いの、麻痺武器振ってる方が強い気がするんだけど、気のせい、分からん。これが威力全然天にイメージがある。その何、バラバラバラって出るさ、あれが、うん、伝わりにくいね、すごく伝わりにくい。方向、なんていうの、属性のさ、雷になったら柱みたいにバンバンバンって出るじゃん。あれがなんかそんなにダメージ出てないようなイメージがあるんだけど、砲撃型じゃないってことだからかな。そういうことか、今ようやく理解したわ。よっこいしょーい。うん、やっぱ属性のやつはあんま出ないな。ただ一撃は重い感じはする。まああんまよくわからんすけどね、僕の中では。うーん、あ、尻尾切っていく。はい、なんで、どんな、俺なんだ、何が起こってるのか全くわからんけど、なんかバグって当たんね、当たんねえからいいや。逃げたね、めっちゃ逃げるやん。え、戻んのかよ、ま、そっち。で、あったーま。はい。あったーま。
はい、なんか来たんだけど。よっこいしょい。いた。ねえ、違う違う、別に君ら2セットペアじゃないじゃん。別に2人揃ってなんかあるわけじゃないじゃん。別にリオレイヤーだったらわかるよ。レイヤーだったらさ、家族なんだなと、そういうわかるけどさ、お前ら違うじゃん別に。何、兄弟か何かだとしたら、まあ申し訳ないけど両方。ボーナー、マジでさ。あー、なんか来たよ。流されろな、お前ら一緒に揃って。うん、バイバーイ、いってらっしゃい。もうくたばってくんない？全然くたばってくんない。あ、でもこれ逃げるですね。うん、君もいいの、君はいいの別に。君はかまかまかむつもりないから。はい、ブォー、ファイヤーね、ファイヤーやめてくんない？ちょ、マジ勘弁して。若いの、若いのやめろお前なあ。ああ、やだ、こんなところで死にたくないよ。僕はまだ生きていたいんだ。うん、永年生きていくことに可能になりました。ありがとうございます。待てな、お前。何？ BGM 変わったんだけど。ねえ、またさ、来たよ。また来たよ、ようわからんやつ。それをやらせる前に、俺はお前をぶっ倒す！くそ、くたばってくんねえか。ちょ、うるさい。赤いのが、うざい。赤いの、うざい。赤いの、赤いの、何も何も見えん、何も見えんの、何も見えん。て、俺死にそう。て、HP やばい、HP やばい、HP やばい。殺される、殺される。狩られる。狩られる側になってしまう。じゃ、いつまで飛ぶ。ここ。よし。さ、これで終わらせる。やべえ、変なとこ行き過ぎた。行き過ぎた原子。OK、倒していく。あっちゃ、なんだ。みんなが敵だ。はい、僕の勝ちでーす。君らじゃなくて僕の勝ちでーす。え、激輪出ていく。ジャーリン、ジャーリンで、リオレウスアッシュを倒したことで多分強化先が出たんだよね。うん、まあ素材は全然足りんけど、まあでもそう、強化先出ただけでも嬉しいわ。え、やば、作りたいな。とりあえず、まあ、バゼルギウス今から行くわけなんですけど、バゼルギウスって何が弱点なの？弱点わからんだけど、バゼルさんの。これか。奇襲症、なんていうのこれ。症じゃねえな、量だな。奇襲量腹な、腹って平原。奇襲量原、奇襲量原バゼルギウス、うん、よくわからんな、俺には。よくわからん。で、こいつってさ、氷が弱点なんでしたっけ？どこが弱点かな、忘れちゃったからさ、もう楽しようかな。自分楽、あ、いや、氷だった気がするな。氷だから氷にするか。あ、いたー。いた、松ぼっくり。さあ、みんな大好きバゼルギウスさん。戦っていこうじゃねえか。早速塗っていく。うわ、もう早速ばらまき出したよ、こいつも。嫌だな。これ自分に食らわねえのねえ。なんで？もう君も食らえばいいじゃん、いっそ。そしたらさ、ひたすら君に産ませるだけ産ませ、君に食らわせるっていう。僕が何も手を下さずに自分で自害していくっていう。もうもはやそれはメンヘラの所業みたいな。そんなことができるのにさ、それができんのですわな。よいしょ。やっぱこいつあれだな、氷弱い、氷弱いでしょ。確かなんか俺こいつ氷の弓でボコボコに死に行ったイメージあるもん。いつの時か忘れたけど、ガードポイントしたかったけど、まあ、出る場所がなかったと。何これ、何これ、あー、ぶねー。はい、でガードポイント使っていくよ。 OK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 。 さあ、私は成長しているんだぞ、常に成長している。君とは違うんだ。いや、君も成長してるかもしれないけどな。ガードポイント、待って、何、分からん。尻尾柔らかい、尻尾柔らかいね、この子。はい、まずいい。
でもやっぱそんなにダメージ軽減入ったけど、あ、危なっ。この辺柔らかいね。いや、こういう飛竜章ってケツが柔らかいの。ケツ柔らかくなるイメージあるんだけど、いける？よっこいしょー。あー、マジこれダメージでけえ、これのダメージでけえ。やばい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 、殺される。やばいやばいやばい、撒き散らした爆弾であいつのうんこで殺される。落ちろな。ただこの状態って柔らかいんじゃないか、知らんけど。うわー、それはやばいでしょ。ちょマジ意味わからん、意味わからんね。何そんなに、お前ケツガバガバすぎん。ちょっとさよならは悲しいです。もう普通に単純に悲しいわ、これに至っては。やばくない？ちょっと強すぎん、バゼルギウスさん。え、結構防御力高い方なんですけど、自分。え？さてはお前、強い。仕方ない。もう俺も本気で行かせてもらうわ。いにしえの飛躍飲ませてもらいますわ。飲んだ？飲んだか。はい、はい。とりあえずチャージして、何これ。あー、いっぱい落ちる。これ確か攻撃に発動するんだよね。だったら、ワイは。それに合わせて攻撃したくはないと思ったんですけど、勝手に爆発する。危ない。いや、こいつやばい。さてはこいつやばいかもしれん。でもこいつやっぱ近寄らないが基地なんだよな、多分。うん、ガンナーが一番いいでしょ、普通に考えて。いや、常識的にさ。うーん、今の決めたかったわ。あー、つれんにゃー。ここいける。よっよっしょい。 OK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 。 いや、めっちゃある、めっちゃある。いけるんだろうね、今の。何、あー、はい。ちょ、マジやばい。あー、出た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 。テロよ。そう、そなた、それテロぞ。はいはいはい。ここは中に入れたい。いや、下ネタじゃないよ。方向、はいはい。まあ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 、一旦逃がすか。これは一旦逃がそう。いやー、この状態がやばいんだよな。いや、下降りんなや。せっかく上上がってきたのに下降りんなよ、お前。こっち、今回も。よいしょ。落ちろな。なんで当たらんの。何？方向かよ。ワイを起こせ。ガーディーポインティー。とりあえずためたいわ。オッケー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 。で、ここは顔に打ち込みマウス。顔じゃないけど、まあ気持ちいいからよし。あ、でも結構ダメージ出るな、こいつ。やっぱ属性値がそんなに、あれか、入りやすいタイプなのかな。だからかな、なんか属性値が入りやすいからこいつ結構入るけど、レウスさっき全然入らんかったもんね。これが、これ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 、30とか入らんかったもん、さっき。10とか20とかそんなもんだったから。やっぱそういうのあるんだろうな。一旦これちょっとやばいな、なんかテカテカだな、お前。ほんとにまずい、危ないわ。ガード、ちょっと待って、落ち込む、一旦落ち込む。俺なんかさ、集中しだすとさ、喋りがすごい静かになるんだよね。もう喋り静かちゃんなんだよ今。そういうこと、つまりそういうこと。私は今集中しているという、そういうことなんだよ。さな、夏への、ちょ、待って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 、落ち着け。あー、それでやだ。で、ウォーキングするだけで脱粉するのマジやめてくんない？ほんとに、お前薬飲んだ方がいいよ絶対に。それマジお腹の調子完全にダメだから。入ってねえし、お腹の調子良くないから。君、病院行くことをお勧めする。熱いの、それだからさ。ねえ、勘弁してくれ。これ僕が薬追いつかんだけど、これ。あ、オッケーオッケーオッケー。あれって興奮してる状態ってわけじゃないんだね、今もなってるもんね。あ、今も興奮してるけど、なんか真っ赤じゃないし。あ、やばい、死ぬ。ありがとう。いや、落ちへんのかい、お前。
いや落ちへんのかよお前、いや落ちてくんのかよお前。そういうテロ技だったっけその技って。はい、いや箱の下が柔らかい、ここだから、ここに積極的に攻撃していきたいところではあるけど、よいしょ、溜まった、OK、危な今当たると思った普通に。待って、うーん、まあまあまあいいや、止めてくれたと考えればいいでしょう。ここはこう、こう OK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 、 タフネスちゃんだな結構お前。まずいです、危ない、そんなに範囲はないんだな。それ何？何？何それ床が恋しくなったのかお前。床を愛したのお前今、さてはさっき、うわー火やばいやつだ今。まあいいや、とりあえず剥ぎ取って追っかけましょう。尻尾よっこい、よっしゃい、よし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 、いい気持ちいい、大変に気持ちいい。乗る、乗れない、あー危ない、さすがに高音出るぞ俺も今のでは。しびれガスガイルパイセン頼む、しびらせろあいつを。そうはいかないと、たがお前は逃がすつもりはないぞ俺は。残念だけど君は僕から逃げられないよん。しやべ殺される、半分死にかけ。何何があった、あ、喧嘩した？いや、お前、一生喧嘩しろな。いや、ここ行きたい。行ける。僕は、信じたら、信じたら、よし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 。怒っていくー。ただ逃げようとす。おぉ、風。あー、ごめん、これ逃げるわ。おぉ、そこにあったの知らんかった。叩き込みますね。ほい !300! 気持ちよすぎん？快楽の極地、やばいこの状態。いやもう一生止まれ、一生止まれお前、危なっ。ガードポイント、いやこれ当たるか、あーてか、んー すごい変なところ当たった今、多分あの横に投げ払ったタイミングのやつが当たったんだろうね。まあまあまあ別に勝ったからいいや。バック戦爪裏か裏か、さあでどうしようかなと思ったんだけど、やっぱ強化したいわねと。ちょ今変な声になってるね、ちょっとあの喉のなんか変な引っかかりができちゃった、変な声になってる。まあいいや、変な声のままいくわ。このハルバリオンってやつを作りたいから、やば本当に変な声なんだけど、ちょっと周回しますか、青いリオレウスを。うん、そうします。じゃあこの武器作りますわよといったところでやってこう。いやまだか、お倒れていこう。だから追撃で倒すパターン今回多いな。あと弾だけだ、うわー過酷なクエスト来たぞ。こっからなんだな、こっからなんだな、こっから弾か、片弾もぎ取ってくるか。え、ちょうどいいイベクやることね、報酬での希少素材排出率アップって。え、めっちゃいいやつ来とるやん、これ行くしかなくね。うい、めちゃめちゃ余裕にぶっ倒したの、意味わからんぐらい完璧なプレイだったな今。こいこい、後編のかい、さあ2回目どうだ。うわ違う方が来た、こっちじゃねえ。さあ3回目でねー、おやった来たー、尻尾剥ぎ取りできた。捕獲した意味ないやんけ。捕獲で検証してみようかなとか思ったのに捕獲した意味ないやんけ。うん。でんのかい。さあ来たぜ。素材揃ったし金もあるぞ。よーし。作るぞ。ハルバリオン。はい。全然見た目変わってないけど。来たー。かっちょいい。あんま見えんけ、かっちょいい、これ、かっこよくない？ドラゴン感。
ドラゴン感がすごい。え、これってさ、今まだ強化先出てないけど、あ、これもこれ以上ないのかな。今何ランク7だよね。でもあと1個ぐらい来てもおかしくなさそうなんだけどね。まあ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 、いいやまあいいや、とりあえずできたわよといった感じで、防具がまた新しくフルドレスかね、感謝チケット来たからフルドレス来たんすよ。これ結構強いんだよね、確か。結構強かったイメージあるんだよね。うん、いや確かに強いな。だってスロットこんだけ空きあるし、まあ悪くないもんな。超会心とか抜刀術とかもあっても。うん、ブロッサムって何、開花チケット、あー、うん、なん、わからんわからんわ。そうかそうか、バゼルもやったからこの辺も増えたんだけど、まあいっか、とりあえず眼金もやってなかったしね。あ、破壊王か、なるほど、なるほどだけじゃ、なるほどしか言えねえわ。集中集中、属性解放、超解放、あー強い、比較的強い。ただこいつ弾使いやがる。まあそんな感じかな、とりあえず。オッケー、よーし、武器できたし、とりあえずこれ、これでようやくネギを叩きに行ける。うん、ネギ叩きに行けるわ、ネギ叩きに行けるわ。じゃあ次回ネギ叩きに行きましょうか。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。